これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところから、いつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。皇太子、その日アルテアの空は荒れていた。不吉なことが起こる前兆なのだろうか。ガルラ大帝国の指揮官サダックは汚名挽回の賭けに踏み切った。全戦闘員に告ぐ、今日こそ総攻撃をかけグレーダム城を叩き潰し、ゴライオンを血祭りにあげる。見よ、空も我らに味方している。この嵐ならばアルティアは我が攻撃に気づきはしまい。行け！ガルラ大帝国の攻撃をいち早く察知したゴライオンは密かに待ち伏せていた。敵がやってきた、こっちから攻撃をかけ叩き潰してやる。攻撃開始！ブラックバズーカ！マグマミサイル！おのれごらよめ！待ち伏せとは汚い手を使いやがって、突撃だ！ブラックソード！
ざまみやがれ、サダックめ。今度来てみろってんだ。パラッパラにして宇宙の彼方に酔っぱい出してやるわよ。私としたことが。あれでも司令官か。だらしねえサダック、いつもゴライオンにやられよって。サダック、はあ、全軍団を失い、その上おめおめと逃げ帰り、まだ生きておったのか。はあ、大帝王の言葉がお前にはわからぬか。こう申しておるのじゃ、サダック。池恥をさらしてなぜ責任を取らぬのかと。責任と申しますと。わからぬやつよの、死ぬことよ。え、しかし自分はガルラ大帝国の指揮官。お前はたった今指揮官を解任されたのじゃ。本当ですか、大バザール大帝王様。サダック、お前はこれまでゴライオンに完膚なきまでにしてやられ、ガルラ大帝国の名を恥ずかしめ、その上わしの顔に泥を塗ってくれた。それでも貴様、おめおめと生き恥さらして平気でいると申すのか。死ねサダック。いやー、お許しを。いやー、責任取って地獄へ行け。何事だ。おお、あれは何だ。何だ。ニコが、シンクライン皇太子が今帰還しましたぞ。まことか。シンクライン皇太子は大バザールの世継ぎだったが、ゲーリング大星雲征服のため長い間ガルラ大帝国を離れ、今帰還したのである。父上。息子よ、最愛の我が息子よ。ご覧ください、私の戦果を。これは私が征服したゲーリング大星雲の王たちの首だ。後でみんなにくれてやろう。でかした。父上、ゲーリング大星雲の隅々まで征服し、戦利品は私の宇宙船に山ほど。さすがに我が息子、ようやった。我らが殿下シンクライン皇太子万歳。万歳。戦利品の宝の山はいずれゆっくりお目にかけるとして、父上、芳しくない噂が宇宙に広まっております。噂とな。アルテア星の反乱、ゴライオンのこと。ゴライオン。ゴライオンの噂は宇宙の隅々にまで広がり、このままではガルラ大帝国の名声がなこう。相手はたかがロボット。父上としたことが何をもたもた。言うな息子よ。海戦の責任を取り、今サダックが死ぬところじゃ。サダック。サダック、我が息子はゲーリング大星雲を征服した。それなのにお前というやつは死ねえ。父上、サダックの処刑は待った。なぜ。サダックをこのまま殺すより、宿敵ゴライオンを倒させるのだ。私が助太刀をしよう。え、私では不足だというのか、サダック。めっそうもない。殿下にお味方をしていただければ百万力。殿下、このご恩は一生忘れませぬ。皆の者に告ぐ。たった今よりシンクライン皇太子が総司令官となる。皇太子の言葉はわしの命令と思え。ガルラ大帝国に恐るべき敵が帰ってきたのを、グレーダム城ではまだ誰一人として知らない。そうだ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 、よしよしよし。はいはいはい、そうそうそう。で、シンキ、今度はでんぐり返しだぞ。よし。おお、やってるな。平和になった時にこれ見せ物にして飯が食えるぜ。そいつは随分先の話さ。お、おい、どうしたんだよ、プラット、チュール、おい。その頃、復興しつつあったアルテアの町には、
人々の笑いが戻ってきていた。お、あれはなんだ。どうした一チーフ、あれを見てくれ。みんな油断するでないぞ。グレーダム城の者どもよく聞け。これはガルラ大帝国の大バザール大帝王の着弾、シンクライン皇太子だ。この女は誰だ。私はアルテア王国の王位継承者、ファーラ姫。ファーラ姫、美しい。これまでどの星でも見たことのない美しい女だ。用があるんなら早く言え。俺と一騎打ちの勝負をする勇士はいないか。なんだって。もし俺と勝負して勝てば、ガルラ大帝国はお前たちアルテア王国の独立を認めよう。嘘つきやがれ。そんなことが信じられるか。俺は親父とは考えが違う。お互いに無益な殺しはやめて、1対1で決着をつけよう。そなたの美しさに誓って嘘は言わん。キザな野郎だぜ。信用できるか。お前たちは腰抜けか。俺と堂々と勝負をつける者はいないのか。よし、俺が相手になる。チーフ、俺が相手になるぞ。お前、ナボ小金アキラ、地獄谷に来い。そこで一騎打ちの勝負だ。よいな。小金、大丈夫。相手は大バザールの息子だぜ。なんか汚ねえ手をよ。罠が仕掛けてあるのだ。それを踏んでやる。勝負を挑まれて逃げるのは卑怯者のすることだ。なかなかやるな。この勝負引き分けだ。何？引き分けだと言ったのよ。うわっ！バカめが、俺の仕掛けた罠にのこのこはまりやがって。ガルラ大帝国に背いたお前たちを俺は許さん。一人残らず殺してやる。もう我慢ができん。きつな予感がするぜ。君よ、小金を見殺しにはできないわ。よし、行こう。急げ。
前の出番だ。巨大になり、最後の力を見せてやれ。巨大重心になりやがったぜ。すごいぜ。まさか小金は巨大サダックに。くらえ。ここは任せたわ。私は小金を探すわ。ああ、頼んだぜ。ブラックライオンの乗り手、コガネの息の根を止めてやる。たとえどんな危険なことがあろうとも、小金、巨大サダックでも俺は絶対に行く。小金、羽ばたけブラックライオン、無限の大空高く、希望の光を目指して行かなきゃ、ゴライオンの合体はできない。レッド、グリーン、ブルー、イエロー、ブラックライオンだ、ブラックライオンだ。チーフが来たぜ。チーフ、ゾワ、ドライオン合体。Thank you.
レーザーマグナム、ファイヤートルネード、ヒットミサイル、ダブルソード、ライオン、俺は誓う、必ずお前を倒すと。悪のゴンゴ、シンクライン皇太子の出現により、アルテア星にはまたもや暗雲が漂った。その暗雲は嵐を呼ぶ不吉な前兆なのだろうか。さて次回は、姫がメインのブラックライオンで秘密の特訓をしていると、敵が攻めてきてゴライオンは合体できずに大ピンチ。責任を感じた姫はシンクラインとの一騎打ちに飛び出した。次回、白金の幻を乗り越えろ。お楽しみに。